今日はストリートファイター B の白熱した対戦をご紹介します。一方には伝説のサコが豪気をかみり、もう一方にはモンスタージュジュジュがダルシムの柔軟な動きを駆使して眺みます。この試合は両者が卓越した戦略と精密な操作で知られているため、非常に見迎えのある戦いになること間違いありません。最後まで視聴してこのバトルの完全な分析をお見逃しなく。ご視聴ありがとうございました。さあ開幕、両者はどう動くか。まだまだ十分時間はある。どうやって試合を作っていくか。お互いに被弾は少ない状況。さあ差し合いの距離、ドット単位の見切りができるか。プレイヤーは相手を壁に押し付ける。ここからさあドライブラッシュで相手に揺さぶりをかけていく。ここから SA ゲージをどう貯めていくか。ダウンさせる。プレイヤー1、画面端を維持することでダメージは蓄積していく。ドライブパリを使って打撃を受け止める。手足を伸ばせば相手に当たる怖い距離。ここでの押し引きが重要になる。この距離は飛び道具を使う。自らもここでエセ、あれコンボカウントしてフィニッシュまで。お見事。プレイヤー1、超なラウンド選手、この攻撃を活かせるか。ラウンド2ファイト。序盤からどっしりと相手の動きを見定めている。ここはヨガフレーム。プレイヤー2、体力を先行して展開のドライブラッシュで前に出る。さあここからは差し合いの領域となる。ヨガフロートから攻めのドライブラッシュ。サバを打つ。ここはフロートで出方を伺うか。テレポート揺さぶる。ザックから上からの攻撃はガードでしのぐ。両者中央での差し合いを望むか。キャッキキャッキから降り注ぐ。あまりにも危険な地上戦が続く。ヨガアーチで展開を作るか。わずかなミスが命取りになる状況。前に出てドライブゲージの体力はあと少し。両者下がる。ビッグドライブラッシュで前に出る。俺の時倒しきり逃げている。俺に力を。ここでフィニッシュ。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。いい戦いだった。ファイトラウンド、ファイト。最後に笑うのはどっちだ。ザックから攻めのドライブラッシュ。ヨガブラストだぞ。うまく投げが通った。さあここから前に出てプレイヤー1、 SA ゲージ有利。ドライブゲージが命運を分かった。ザックドライブラッシュで勝負をかける。プレイヤー1、ここが勝負どころ。ドライブラッシュからプレイヤー2、ギリギリのドライブ繋いできた。バーンとする。迎撃成功の形。一気一気に落として相手を動かす。ヨガファイヤー、両者体勢を整える。プレイヤーダメージを取るか、状況を取るか。ここは出し惜しみはなし。出血大サービスだ。ダメージ計算ゲージ管理バッチリ。決着行きましょう。さあファーストラウンド、注目していきましょう。ここは投げの選択肢。球で様子を見るか。さあ体力はほぼ変わらず、どこから崩すか見定めているか。長い技にジャンプが噛み合うと大ダメージの危険がある。それゆえに技振りが難しい距離。ここで球によるプレッシャーをかけていく。プレイヤーは相手を壁に押し付ける。
技が噛み合ってカウンターが決まる。ここからの動きが重要となるが、仕切り直す。スーパーアーツを使っていくが KO まで。プレイヤー1、ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。ラウンド2ファイト。手の内はある程度見えた。両者は今何を思っているか。ここは投げを見せてガードを崩す。プレイヤー1、ドライブゲージをしっかりキープしつつ、先ほどは勝利したがまだまだ余裕というところか。イージーとした回せ。先に仕掛けるのはどちらか。攻めのドライブラッシュ。ここはフロートで出方を伺うか。球を打つ。どう崩していくか。お互い慎重になっているのか。一息つけるか。中央で石がぶつかり合う。画面とは裏腹に両者の思考はフル回転している。 GQ でコンボを伸ばす。どう崩していくか。ドライブパリー見えている。ラッシュするか。弾力が問われる状態。姿勢を使う。火力を上げ、高天候下で吹き飛ばす。これが最適解。これが最善手。今日のヒントはこの試合で見られた空間制御の技術についてです。サコは後期を使ってモンスタージュジュジュのダルシムを常に圧力型に置くことでその動きを制限することに成功しました。反対にモンスタージュジュジュはダルシムの長い手はみを生かして距離を保ち、サコの攻撃を剣たちに防御しました。サコは隙を面倒さずにドライブラッシュを側身に使って迅速に前進し、モンスタージュジュジュにプレッシャーをかけ後退を強いる戦術を取りました。この戦略は現在のメタにおいて非常に重要であり、コントロールされた攻撃と空間の管理が多様を圧倒するための愛となります。モンスタージュジュジュは一方でヨガファイヤーを食って危険なゾエヌを作り出し、後期を元避けることで試合の主導権を握ろうとしました。現在のストリートファイター BE のメタでは空間を支配し、インカレに自分のペースで高わせることが重要です。サコが見せたドライブラッシュの効果的な使用は最小のからでも試合の流れを変えることができることを示しています。一方でモンスタージュジュジュは機嫌のプレッシャーの中でも冷静さと堅実な防御を保つことの重要性を教えてくれました。これらの概念はランクを上げたいすべてのプレイヤーにとって必須の知識です。もっと詳しい分析を見たい方はぜひチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。